CNC 謎のコールが聞こえる。 CNC ルーターが到着したので、つい CNC ルーターセットした素材を自動で削ってくれる機械だよ。昔は小型のものでも高かったのだけれど、最近は値段が大きく下がって数万円のものが多く出回っているんだ。今回購入したのは3018プロバーという機種。ギリギリ3万円台だよ。本当にギリギリだな。どうしてこの機種を選んだの？低価格帯ながらリミットスイッチや Z プローブを備えている。さらにはブラケットがアルミ製らしい。ワクワク。何を言っているのかよくわからないけど良い感じなんだね。つまりそういうこと。今回は開梱と組み立てまでをやるよ。まず出てきたのはメッセージカードかな。保証は1年みたいだね。付属のマニュアルは英語だったよ。日本語版が欲しいところ。これはアクリル製のサイドカバー。表面には保護シートが貼ってあるよ。お次は USB ケーブル。 USB2.0 のタイプ D だ。最近はあんまり見ないな。こっちは配線用のケーブルだ。わちゃ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 、ちゃんとラベルが貼られている。ありがたい。次の段、小型部品がまとめて収納されているケースだ。ちゃんとスペースで分けられているね。電源ケーブルは2種類付属。こっちはヨーロッパ用のやつかな。こっちはアメリカ用だけど日本でも使える。片方が少し大きいのでコンセントによっては入らない場合があるけどね。ややこしい。さあ次の段、ケーブルを守るプロテクターに。マザーボード、アルデイーノがベースらしいよ。オープンソースのハードやソフトが CNC の低価格化を実現したのかな。こちらはモーター。カスタムパーツと交換するとよりパワーアップできるらしい。気になるね。規格は ER11 という規格らしい。お次はコントローラー。パソコンと接続しない場合はこのコントローラーと CNC を接続して使う。 UI はかなりわかりにくい印象。すごいボタンの並び方だ。 AC アダプターに、切削に使うビット V 字のタイプが付属されていたよ。こっちは組み立て用のプラスドライバー。メインパーツの一つを取り出して、あれ？ん？この部分のパーツ、アルミ製と商品説明ページに書いてあったのだけれど。確かに書いてあるね。でも実物はどう見てもプラスチックだね。やられたかな。期待していた分悲しい。とりあえず今は気を取り直して組み立てを続行しよう。そうだね。これはベースの部分かな。これでパーツは全部みたい。さあいよいよ組み立てだ。ちなみに付属のマニュアルのイラストは小さく見えにくい。公式サイトの方に補足のマニュアルと組み立て工程の動画がアップされていた。組み立ての際はこちらを必ずチェックだ。組み立ては難しい。作業自体はそれほど難しくはない。作業内容は主にネジ止めと配線作業だね。そもそも 3D プリンターがあるのに CNC は必要なの？この CNC で基板を自作してみたかったんだ。現在市販されている家庭用 3D プリンターでは基板の銅の部分が 3D プリントできない。基板を 3D プリントできる 3D プリンター自体は開発されているのだけれど、一般家庭で買えるようになるには何年かかるやら。そういう背景があったのね。このマシンで基板切削がうまくできるかわからないけどね。基板の切削は難易度が高いらしいので若干不安。アクリルパーツは保護シートを剥がすのを忘れずに。綺麗に剥がせると気持ちいいね。ガムテープを使うと剥がしやすい。あ、ここの保護シート剥がし忘れていた。裏も剥がし忘れているな。なんならマザーボードの取り付け方向も間違えていた。不安だ。ちゃんと完成するのだろうか。さああとはひたすら配線作業だ。必要に応じてプロテクターをつけたり結束バンドでまとめたりする。繊細な作業だね。ふう、完成。疲れた。良い感じだね。組み立て時間は数時間はかかったかな。コントローラーを使って簡単な動作テストをしてみよう。
ちゃんと動いてる。よかった。一安心。今回はここまで。次回に続く。よければ、他の動画も見ていってね。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。